ハンドマイヘソボです。ということで今日もマリオカート8デラックスやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日も各カップをやっていこうと思うんだけれども、いやさ、徐々に攻略はできてるんだけどさ、なんかなだんだん難しくなっていってる。あ、何ですか、次もらえるのはスケルトン。あ、どっちのスケルトン？別に透けてるわけではないのね。ちょっとよくわかんないけど、私は花ちゃんバギー以外に乗る気はない。はい、この装備でいきます。はい、今日は、そう、こう、ある程度ね、こう、星も手に入れてんだけど、なんかね、あと一歩勝ちきれなかったりするんだけど、今日はどこ行こうかな。あれ、でも俺、動物カップってやったよね。そうだよね。失礼。はい。こちらコーラカップ行ってみたいと思います。ではレッツゴー。朝だね。コーラカップウィーバンモーモーカントリーということで行ってみたいと思います。シェイ、完璧なタイミング。もう CPU には好きにさせない、CPU には好きにさせないんだけど甘かったな緑乗り物貴様が今緑コーラを持っていたのは知っていたぞ。そして俺は今取り間違ったぞ待って、俺こっちでやりたかったのにさ。勝負ね、短くね、このコース絶対短いよね。俺思ったんだよね。俺ってさ、マリカツ勢だから、さ、常に全てのコーナーをさ、なんかドリフトで抜けたいなとか思っちゃうんだけど、それってさ、8デラックスにしてみればさ、無駄なことだったのではないかなとさ、最近、なんか、始めようとしているんだけど、なかなかむずいよね。なんかまあグリップで超えた方が早いところもあるんだろうなみたいなのは、なんか最近徐々に気づいてきたんだけど。あ、怖い、牛活発になってきた。朝早いからか分かんないけど、牛が活発になってきてる。牛がすごい活発。牛の活発さが半端じゃない。待って、何にも持ってないってば。もう、ああ、ここでしまいなんか、ゴール、オッケーや。ありがとう。初めてのコースでも1位を取っていく。それが閉鎖場のスタイルだ。よし、次。はい、次コーラカップ、ゲームボーイアドバンスはマリオサ、すごい稼働するねマリオサーキット。あれ動くんだっけ。やっぱ遅い、もう遅かった。本家の人やる気満々だね。シェイ、なんかブーメランの音する。オイルにさ、これぶち込まれたらやばいよね。あ、ぶ、俺何やったんだろ今。俺何やったんやろか今。今なんか最高潮にスピードに風に乗っていたのに。あそこのダッシュプレート全然乗れないわ。おっとちょっとコーラタイム突入してきてるよ。コーラが半端じゃねえ。てかさ、俺にだけ来るのずるくない？なんで俺にだけ来るの？ルイージ、逃げられると思うの？この
この悪い字から逃げられると思うなよ。お前の風を、お前の風を操ったぞ。悪いが、お前の風を操らせてもらった。これで、これでゴールだ。しゃあ2連勝。いや最近こんな、こんななんかさ、初見で勝つことないからめっちゃ嬉しいね、こう2連勝ね。よし次行ってみましょう。次はコーラカップ DS 版プクプクビーチということでね、行ってみたいと思います。俺ここあんま得意じゃないような気がする。シーナイス。うお早い、ミスった。ドリフトのタイミングミスった。ここからなんだよ、なんだよ、来ねえのかよ。今の横から見たらさ、あちょちょちょ、今カニ、カニ今さ、そんな当たり判定辛いのカニって。あいつ俺の風に、俺の風に乗りやがったな。あいつ俺の風に乗っていきやがったな。まあでも絶対に、絶対に負けない、本家のやつなんかには負けない。あんな、あんななんかさ、もうあの、あんな恵まれてるやつらには負けないぜ。悪一族として負けるわけにはいかない。よし、ここ怖っ。あいつ絶対赤コーラ撒いてくると思ったらあいつが撒いた赤コーラだな今。あいつ今ケツに持ってたもんな。あーちょ、何なんかスリップしたわ。なんか良きものください、良きものくださいっつったらこれかよ。よし、カニをかわして、ここ取る、そっち取れない。なんでさの、なんでなの、そんなに俺1位嫌、そんなに俺1位嫌に見える、嫌なんだろうなこれな怖いな、そんなに俺1位嫌か今ワンチャンいけると思ったのに、ワンチャンいけると思ったのに、ワンチャンいけると思ったのにこのざまですよ。はい次行きましょう。来週レースはコーラカップ任天堂60版キノコハイウェイということでね、車にひかれないように気をつけたいと思います。早い、デイジー早いよね。俺こっち派。あ、ミスター、ミスター全然取れない。何、あ車が壁に、車が壁になるんだ。参ったな、なんか全然越せるポイントが見当たらねえぜ。あれか、あれは確かにやりやすかったかもしれんな。あ、いつまにか1位、いつまにか1位だったけど、今横にさ、チラ見えしたさ、
なんか遅い、今なんか急に遅かったんやけど。バリージーってすごいなんか高音だよね、バリージーって。怖え怖え、今マジ車に轢かれるかと思った。残り2個、コインが全然取れねえんだけど。この8の字のコースにさ、このあの車たちは一体何してるんだろうね。ずっと8の字をあの回り続けるだけの仕事というのをしているのかな、このトラックの人たちは。はい、いつでもどうぞ。いけるかいけるかいけるか。よっぽどさっきのもったいなかったじゃん。これでいけちゃうんだったらさ、さっきのマジ取るべきだったじゃん。はい、ということでですね、わりかしいつもよりはあのいい感じのレースだったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今日の動画こんな感じなんですけど、ぜひですねこの動画気に入ってくれた人はですね、あの高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてですね、そしてね、そしてそしてそしてさ、あのぜひね、あのもしよろしければあの動画の拡散もですね、ぜひ協力していただけると大変嬉しいです。ということでね、また明日の動画を見に来てくださいね。それではまた。